アメリカだとあんまり湯船浸かる機会が多分減ると思うんで、お風呂納めです。昨日はレイジーさんとのツーマンライブを終えまして、一夜明けて、実は春は今からアメリカに向かいますということで、成田空港に来ました。ワイルドファイアツアーここから始まります。行きましょう。地味な始まり方ですがここから始まります、はい、行ってきます。Let's eat hamburger。 日本最後の食事はオムライスです。選ぶチョイスがなかったね、全然。ラーメンがこれしかなかったっていう。今から、宿泊先に向かいます。なんか思ったほど日陰は暑くないです。さらっとしてて涼しいです。アメリカ第1食目はインアンドアウトバーガーです。帰ってきました。いや、日本のどこのやつでもないポテトなんだよな、これね。いや、これ食べたくなってもさ、どこでも食べれないよね。美味しい。